こんばんは、まやこです。今日はレブロンカラーステイプレストパウダー N フェイスパウダーのご紹介です。トムとジェリーの限定のパッケージがとっても可愛い製品です。カラーが821番ライト、原産国アメリカ。コンパクトを開けてみるといきなりもうフェイスパウダー、ライトの色でね、だいたい標準色だと思います。指先に取るとなんかパウダーの割にはこうピタッとしっかりね、ふわふわの粉がつく感じがあります。でも素肌にこうのせるとね、そんなわからないんですけど、こう指でこう擦り合わせると潤い分というかね、滑らかな感じがありました。で、無理やり下を開けようとせずに蓋を最大限オープンすると、一番下にパフが内蔵されています。で、その裏にね、表っていうか裏、ミラーもついていて、パフ自体は黒の、肌に当たる面はふわっとしてるスポンジになります。まあコンパクト自体軽量化させるために、まあちょっと軽いパフが入っている。実際つけてみますので、よかったらご覧ください。閲覧注意ですが、スキンケアからちょっと2倍速でお送りします。お休みの日のメイクはだいたいこういった感じで、オールインワンのエリクシールのデイケアレボリューションを首まで伸ばして、リップクリームを塗って、あとはちょっとフェイスパウダーはたいたりしますけれども、この日はね、午前中町内会のお掃除当番だったので、水ジェリークラッシュ、これがもう2年3年ぐらい使ってますかね。今までリキッドを使ってたんですが、このパフでもパンパンパンってはたいて手も汚れないし、ツヤがあって大ファンになってしまって、で、そこにね、なくなるのがわからない、時期がわからないので日付を書いて使っています。だいたい2ヶ月ぐらいで、週5日メイクして2ヶ月ぐらいでなくなっていますね、私の場合はですね。で、コンシーラーで、ティセのコンシーラーでアラをちょっと隠しています。で、カラーステイプレストパウダーを使っていきます。16時間テカリにくい、崩れにくい仕上げ用のパウダー。クッションファンでもね、気になったんですけれども、水ジェリークラッシュが気に入ってるので、今回パウダー。粉もね、粉物が好きなので、メイク直しとかはプレスパウダーでやるようにしています。で、若い頃にカラーステイのリキッドを使ったことがあるんですけれども、それもカバー力があるなと思ったんですけど、これもパウダーの割にはしっかりついて、マットなお肌を、好きな人は絶対好きだと思います。で、私がやっぱりこうあまりにもね、お人形さんのようなマット肌をつけるとお化け化してしまうので、ちょっと部分使いというか T ゾーンを中心に頬とかはうっすら伸ばす感じで仕上げると、アラフィフ以上の方は好きなんじゃないですかね。綺麗に崩れにくい感じがありました。で、もうそろそろクリスマスコフレのね、情報が上がってきていて、私が気にしているクレドのパウダーと、あとディオールのアイシャドウ。去年はコスメを買わないチャレンジをやっていたので、いろいろ探しています。で、ロクシタンのこのアドベントカレンダー、
2年前に買ったんですけど、楽しかったのでちょっと買いたいなとか、まだわからないんですけどね。皆さんね、どうされてますかね、コフレの情報で。この動画の方に戻ります。後ろにね、ニコさんが真正面をカメラ目線で見てるのがね、シュールな感じですけれども、またレブロンのパウダーの話に戻りますけれども、月はね、マットですけれども滑らかな感じでついてくれます。で、この最後の方に公民館掃除が終わってから1時間でちょっと家事をして、2時間ぐらい経ってからのこう肌の状況をお見せしますけれども、ほとんど崩れてないです。ただまあね、今はマスクをねしなきゃいけないので、マスクをして作業してると小鼻当てかるかなっていう感じですね。でも乾燥肌の人は、私はちょっとオイリー寄りなので、どうかあれなんて、個人差はもちろんありますね。と話しているうちに、どんどんメイクの仕上がってきています。大体がもうね、スキンケアとベースメイクになってきましたよね、マスク生活のね間に。だから大体もうこんな感じ、普段のメイクもこんな感じ。ニャンスキーに挨拶して、ちょっとお掃除に出来上がり、お掃除に行ってまいります。使った製品を写しています。アイシャドウはディオールのバックステージ、ナチュラルに仕上がるので結構今使っていますね。2時間ぐらい経ったお肌の状態、まあこれぐらいですかね。肌がね、引き伸ばすとねいい感じなんですけど、たるみが気になっています。最近でも、まあ、仕方ないですね。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画まで、さようなら。